ビジュアルメモリはセガエンタープライゼスが発売したドリームキャストのゲームデータを記録する周辺機器である。発売日は1998年11月27日。価格は2500円。略称は VM。本体には専用のソフトウェアをプレイする機能が組み込まれており、ゲーム機のメモリーカードとしては初めてモノクロの液晶と十字キー。 AB ボタンなどの操作系、背面にビープオンのスピーカーを標準搭載したことで、それ自体を携帯型ゲーム機として利用することも可能である。またミニゲームをダウンロードできる家庭用ゲーム機用の外部メモリとしても本機が初である。ビジュアルメモリから蓋を外した状態ビジュアルメモリ同士の通信大きさは、セガサターンのパワーメモリより小型化された。 コントローラーの拡張スロット1にセットすると VM の画面がコントローラーの中心部にある窓枠にはめ込まれた形となりゲームと連動した画像などが表示されるこの際 VM は上下逆さまに接続されることになるので接続中に表示される画像もそれに合わせて逆転して表示される電源としてボタン型電池を2個使用するパッケージには 連続使用時間約100時間と表記されているが、使い方によっては、電池の消耗が激しく、数時間しか持たない場合もある。また、ビジュアルメモリー単体で使用しなくとも、待機電力として、電力を消費するため、半年以内で、自然消耗をする。記憶媒体は、フラッシュメモリであるために電池が切れても、セーブデータは消えずに残るので、 電池がなくてもドリームキャスト本体が通電している。限りはメモリカードやゲームのサブ画面として利用可能である。電池がない状態から通電すると P というビープ音が長くなる。初期製品と後期製品では電池消耗具合が異なり改善はされていたが、それでも長時間のゲームプレイに耐えられない。セガサターンとは異なり本体ラムにプレイデータを。 セーブすることは不可となり、プレイステーションと同様にセーブするには必需となっている。またドリームキャストと互換性のあるアーケード基板のナオミにもビジュアルメモリ差し込み口が存在するタイプが登場し、ゲームの個人的なデータをセーブしたり、ナオミ版とドリームキャスト版でデータを連動したプレイをすることが可能となるゲームタイトルも緊張ながら登場した。マーブル VS カプコンシリーズなど、筐体によっては、ドリームキャストのコントローラーそのものを使用してプレイできる、ものもある。後に有志により、カバー部分の 3D プリンター用データが公開された。ビジュアルメモリ自体は、ドリームキャスト本体よりも先に発売されており、集めてゴジラという名称で、専用のミニゲームが、初期搭載されていた緑色のビジュアルメモリが、アメリカ映画、 ゴジラの公開劇場などで先行発売された。このミニゲームはビジュアルメモリ上で消すことはできないが、ドリームキャスト上から削除することが可能。元に戻すことはできないが、削除すれば、以降は通常のビジュアルメモリとして利用することができる。後にも、このようなミニゲームとバンドルされたビジュアルメモリは複数登場しており、大半は オリジナルカラーで発売された。メモリーカード 4X 搭載されている、フラッシュメモリの容量に比して使用されていない、予約エリアが大きく、ユーザファイル容量が少なくされていたことで、保存容量に対する不満の声があった。そのため、携帯ゲーム機としての機能を削除し、バンク切り替え方式により、ビジュアルメモリの4倍の容量を持った純粋な、西ブ用媒体である。 メモリーカード 4X が2000年に発売されたが、すでに同等もしくはそれ以上の機能を持つ、サードパーティー製のメモリーカードが発売されており、またメモリーカード 4X のアーキテクチャは、ビジュアルメモリのそれと異なっているため、ソフトウェアによっては、必ずしも、同じ挙動をしないこともあった。その性質上、メモリーカード 4X は、 ビジュアルメモリ同士の接続やミニゲームのダウンロード、液晶画面による情報表示には対応していない。現在はメモリーカード 4X に非対応のソフトもコロンバスサークルスーパーコンバーターを使用することでビジュアルメモリ互換のセーブ機能を得られるようになった。ありがとうございます。